こんにちは、ジャパンサイファイの J です。今日は SF ラジオです。人工知能 AI は感情を持つのかについて最新技術に基づいて紐解いていこうと思います。 Siri や Alexa、 とても身近な存在ですが、これら AI は感情を持っていると思いますか？ SF 作品の中に登場する感情を持つロボットと Siri はどれだけ遠い存在なのでしょうか？数々の SF 作品では感情を持ったアンドロイド、ロボットが登場しますよね。彼らは人間のように笑い、嬉しさ、悲しさ、愛情を感じる人工知能を持っています。もしかしたら、もう人間と区別がつかないかもしれません。そんな未来の世界、楽しみですよね。いずれ恋人や友人が人工知能のロボットである日が来るかもしれません。では、そんな未来と今はどれだけかけ離れているんでしょうか。人工知能は皆さんのすぐそばにあります。 Siri や Alexa ですね。私たちの声を聞いて反応をしてくれます。今日の天気は？と聞けば天気を教えてくれますし、悲しいことがあったよと言えば慰めてくれます。歌を歌ってと言えば歌ってくれます。それって Siri や Alexa は感情を持っているっていうことでしょうか？ いえ、実はそうではありません。 Siri と Alexa は人間の会話を真似しているだけに過ぎません。少し難しい話にはなりますが、今世の中に出回っている AI というのは人間の行動を正確に真似をしているだけです。人間同士の会話を数千万個、数億という膨大なパターンを覚えさせて、そこから最適な会話になるように AI が選び取っているだけなんです。 Siri や Alexa が慰めてくれるのは、こういう話を聞いた時にこういう反応をすると良いと、そういうデータが何万個もあるからです。こう言ったら夢がないかもしれませんが、本気であなたのことを心配していろいろ気遣うという機能は Siri や Alexa にはありません。あくまでもできるのは、一つの質問に対して人間の話し方を真似て一つの返答を返すことです。そうすると気になってくるのは、この数億というデータを集めた先に感情を持った AI は生まれるんでしょうか。今の技術ではどうしても人間を真似ることしかできません。それすらうまくいっていないケースがいっぱいあります。あなたの Siri がすいません、よくわかりませんと答えるのは、その人間を真似することを失敗してしまっているからです。人間の会話はデータとして記録できますが、人間の感情は数値にして記録することはできません。なので AI が感情を真似するというのはなかなか難しいことなんです。さらにそこから AI が感情を感じるというのももっと難しいことです。 AI を作るために、さまざまな世界中の企業が億単位、兆単位のお金をかけて作っていますが、それでもまだ何かを感じる AI というのは生み出されていません。感じる真似、喋る真似はできても、感情を生み出すことには成功していません。これだけのお金を使ってもできないことを、あなたという一人の人間は生まれながら感情を持つことができます。私たちは悲しいことを悲しいと思い、嬉しいことを嬉しいと思う。それってとても素敵なことだと思いませんか？アレクサやシリが感情を持つにはまだまだ技術的な発展が必要です。真似ではなく感じる技術が必要になってきます。それができればきっと SF 作品で見るような感情のある AI、ロボット、アンドロイドが作れるようになるでしょう。そんな未来、待ち遠しいのか恐ろしいのかよくわからないですね。隣人が人間と同じ見た目をした感情のあるロボットだったら、あなたはどう思いますか？また AI や感情のあるロボットで好きな SF 作品はありますか？ぜひコメント欄で教えてください。今日は SF ミニラジオのコーナーでした。これから AI や人工知能が発展していくとは思いますが、明るい未来なんでしょうか、暗い未来なんでしょうか、よくわからないですね。それでも人間にしかできないということが必ず最後まで残ります。今日は SF ミニラジオ聞いてくれてありがとうございます。このチャンネルでは続々 SF 関連のコンテンツを配信していきます。もし気に入ってくれたら、 SNS でのシェア、ライクボタン、チャンネル登録お願いします。それでは次の SF でお会いしましょう。